俺の名前はヤネスケ。表の顔は普通の小学生だが、実は国からある重要な仕事を任されている。悪人の始末を担当する、いわば殺し屋だ。チンコピン、かくれんぼしようよ。ヤネスケ鬼ね。じゃあ30秒数えるね。よし、1、2、3、28、29、30。あれ、いないな。はっ、忍者なのに隠れるの下手だね。影分身の術。いい相手だからって舐めてたよ。じゃあこれはどうだ。多重影分身の術。はぁ、めんどくさいから一発で終わらせよう。おい、どこ行くんだ。待て。このかくれんぼ俺の勝ちだな。それはどうかな。あ、見つけた。この組み合わせ最高だわ。おい、それ俺の内房だろ。うるさい。あ、そういえばやめさんにプレゼントがあるの。プレゼント？この定規、うまい棒と同じ長さなの。だから実数うまい棒ってわけ。あはははははは。クソババアが。え、もしかしてあいつ、このバカ侍、隙だらけじゃねえか。おれ、遅い。お前みたいな小僧じゃわしには勝てんぞ。小僧、刀も持ってないのか。お前なんかこの15センチ定規で十分だよ。おやおっおっおやあ、とどめだ。小僧、最後に聞くが、お前の夢は何じゃ。僕には難病にかかってるお母さんがいます。小さいうちからたくさん勉強して、将来はお医者さんになってお母さんの病気を治してあげたいんです。やっぱり女とガキは綺麗わい。なんてね。いつか母親をぶっ飛ばすためにこうやって修行してるんだ。小僧、人の強さは物差しじゃ測れないかもね。なんでこんなところにどら焼きが。バグドラえもん、21世紀から来た猫型ロボットだよ。お前が僕のどら焼き返してくれる？嫌だね。じゃあ力ずくで奪わないとね。ビッグライト止まらないよ、止まらないよ。あ、息が、このどら焼きみたいに勝負はそんな甘くないよ。ただいま。あっ、ヤネちゃん、どうしたのその顔。え、何が。それにこの血。それにこのうんち。え、もしかしてあの時。ヤネちゃん、あなたいじめられてるの。いや、いじめではないと思うけど。いじめられてる子はみんなそういう。なんかあったらお母さんに言うのよ。わ、
分かったよ。いった。何すんだよ。あ、ごめん。ごめんじゃねえだろ。怪我したらどうすんだよ。まあ保健室に行けばいいんじゃない。あの野郎。あれ、俺の椅子は？くだらないな。はい、じゃあ授業始めます。はい、じゃあ今日は睡眠の美味しい食べ方をみんなで考えます。いろんな食べ方をしたら相当美味しいし、かし何ちゃおせえとか言われるやっぱり先生は刺身が好きだな。見つけはな、まずはわさびを液体にしてだな。あ、仕事忘れた。できた。睡眠はなかなか取れない魚だから市場でも高く取り付けられてるんだ。来た。捕まえた時の先生、やめすけ子に鉛筆で刺された。睡眠の話してたらお腹が減ってきたな。それじゃあ明日は体育で縄跳びが必要だから忘れないようにな。明日の朝、屋根付きを待ち伏せして嫌がらせしようぜ。いいね。ただいま。あんた何考えてんの。何すんだよ。確かに今は辛いかもしれないけど、一生終えるには早すぎるわ。何の話だよ。いいから変なこと考えてない、早く寝なさい。よっしゃん、なんでこんな早く来てんだろう。行くママより、まあ行ってみるか。わー、すごい屋台だ。なんだここ。はい、うわ、お待たせしました。バンカラ夏祭りよ。あ、エネスケくんのお母さん。でもバンカラってどういう意味だ。何やってんだよ、俺はもう帰る。何やってんですか金子さん。ここは学校の屋上ですよ、出てってください。いいからみんな楽しくするわよ。まずはキーコ射的。私を倒せば効果軽減よ。すげー、やります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 。楽しそう。先生見てみて。
よし、もう一回だ。残念。次は俺の番だ。ずるいだろ。こうなったら。できた。これで俺の勝利だ。終われ。なってんだよ。はい、4発撃ったから400円です。ひどい。キーコ傾きよ。あえキーコボードリー。キーコ輪投げ。それブワー。ああ、そしたら最後はキーコ救いよ。キーコを救ったら豪華景品もらいます。ピチ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 。はあ、よし。ピチ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 。あら、壊れちゃったわね。100円。もうこんなの無理よ。重いんだったら二人で力を合わせよう。あらま、破れちゃったわね。600円。おかしいだろ。こうなったら。できた。このババアを捕まえろ。おりゃー。こんなんじゃ捕らえられないわよ。私の解放者ね。うぅぅぅ。やった、俺たちの勝利だ。ヤネちゃんやるじゃない、私の負けよ。じゃあこの景品もらっても。もちろんだわ、お祭りじゃない。やった。私はこの夏祭りを通じて大人の汚さ、そして仲間の大切さを教えたかったのよ。お母さん、みんなやったぞ。イエーイ。お母さんありがとう。おい、なんだこれ、全部空じゃないか。だから言ったじゃない、これはバンカラ夏祭り、すべてが空っぽなのよ。おいおいおい、おいっ子さん兄弟、なんちゃって。何の用だい。ここで働かせてください。いいだろう、時給120円だよ。ありがとうございます。おい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 まんじゅう。やすすぎだろ。邪魔だ。お前って本当にドロいな。大好物なんでしょ。くれくれくれ。いくらで売ろうかな。100円。はぁ、あ、1000円。5000円。乗った。ほら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 。あ、どうした。白様に会いに来ちゃった。お金は1万円。そなたの心は美しい。じゃあもうそろそろ時間なのでバイバイ。ほらせ、食いなよ。ありがとう。お前ハクんとこ行ったの。うん。あんまり深追いすると、吐くなよ。呼んでいる胸のどこか奥で、いいかも見つけだぜ。
つも仕事はおじくさいみたい。足かな。金のため縁は切れないけれど。千尋好き。その向こうでお前お金出せんのか。あなたに会える。金がねえと話になんねえんだよな。金金ハークス様。あ、お金やるじゃないか。千尋、お前のことが大好きだ。ハークス様。もっとハーク様と一緒にいたいな。お金出して。あ、これじゃない。あ、イフォン。はい、フォンじゃ悪様は喜ばないわ。ねえ、お金を出しなさい。ねえ、お金を出しなさいよ。ねえ、やばい、この子。うぅぅ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 ぅちゃん大好き。私もだ。私の中でそなたが一番だ。私のハク様を取るつもり。生意気な小娘が。あーめーあーめー。結構欲しい。100万円。バケモンだ。ちひろ、今までお金を返したことだし、元の世界に戻ろう。でも私にはまだやらなきゃいけないことがある。元の世界でまた会おう。一応試験なんだけど、親はどの豚か分かるかな。私成長したから分かる。ここにはいないよ。おい、当たりにしとけ。こいつは化け物だ。大当たり。よかったじゃん。お父さんお母さん元の世界に戻ったから、千尋も帰ろうか。ここをまっすぐ行けば元の世界に戻れるよ。寂しいけど、みんな本当にありがとうね。振り返ったら元の世界に戻れないから、絶対に振り返っちゃダメだよ。みんなのおかげで成長できました。私、行ってくるね。やっぱり、私ハクサマと一緒がいい。ハッピー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 、みんなで make a good ride。 洗濯物みたいなワイナーハッピー。